僕たち今フクロムジナを探してるんだ。フクロムジナがどこにいるか。フクロムジナ？え、聞いたことない。強くてずる賢い大妖怪なんだ。いろん俺んちの米もフクロムジナに食われたこと。いたずらが好きなやつみたいだな。追い払う方法が分かったんだ。それに父ちゃんがフクロムジだから追い払えばずっ。でもすごい妖怪。お父さんやお母さんが死。平気だけど。今日もフクロムジナ探しに。あ、もしかしたらフクロムジナは今弱ってて。うん、それにフクロムジナの妖力が。フクロムジナって物語の中に真実を話してやろうぜ。聞いてくれ、フクロムジナなんて。え、本当に？そんなことない。お前らの家族。ちげえよ。そうそう、ヨイミヤね。フクロムジナのことはヨイミヤお姉ちゃんに話したら。それからずっと機会を待ってたんだ。そしてついに今日フクロムジナを。そうだ、ヨイミヤ姉さんはいつも遊んでくれるし。そう。もういい。みんな、ヨイミヤ姉さんとこ。おいおい、待てって。まずい、怒らせちゃったぞ。ヨイミヤって言ってたよな。はいはい、そう悲しまんといてえな。きっと冗談や。フクロムジナがおらんわけないやろ。でも今までフクロムジナを見たことないし。そら、フクロムジナはえらい大妖怪やさかい。うん、焦ったりへこんだりすることあらへん。立派な、今はいなくても花火大会が始まる前には必ず現れる。ヨイミヤ姉さん特製の花火ならフクロムジナなんてちょろいもんや。家も畑も父ちゃんも母ちゃんも。わかった、ヨイミヤ姉さんがそう言うなら僕たち信じるよ。あ、ちょっと待ちや。この短冊を一枚ずつやるさかい。ヨイミヤ姉さんからって言うたらわかるさかい。わかった、ありがとうヨイミヤ姉さん。ありがとう。ああ、約束や。ほな気ぃつけて帰り。やっぱあんたらか。子供相手に何言うとんねん。フクロムジナは子供に大人気やから、そう簡単に否定されたらそりゃ怒るわ。ってことはやっぱりフクロムジナは。そうや、うちも最初から子供が遅くまで外を走り回らんよう親がでっち上げた妖怪っちゅうことは。せやけど子供に聞かれた時ほんまのことを言えんかった。逆にあの子らが今信じとるんはほぼうちが教えた作り話の方や。全部お前の作り話なのかよ。言いたいことはわかるけど、うちが否定するわけにもいかんのや。遅くまで遊ばんようにする他にも親御さんに別の考えがあるかもしれへんやろ。何もわかってへんのにズバッとフクロムジナなんておらんって言うてもたら。それに子供にとって真実なんて関係あらへん。楽しむことが何よりも大事なんや。うちかて空想の産物に憧れたりする。燃やすと虹色の光を放つ非紋石とか、山奥に隠された秘境に導いてくれる群れとか、どれもうちの妄想やっちゅうのは知っとる。せやけど信じたいんや。もしドアホーそんなもんあるかっちゅうやつがおったら、あっかんべーしてドロンコ投げたる。そんな人嫌や。真実なんて関係あらへん。かっこようてロマンがあればそれは信じる価値があるもんなんや。子供の頃に信じたもんは
大人になったらかけがえのない宝物になる。あんたらも子供の頃は悪霊を退治する勇者とか闇を切り裂く聖剣とか信じとったやろ。幻想が崩れ去ったら次は何を教えるんや。稲妻の鎖国の歴史、それともメガリレー。どれも、そうだな、オイラもまだ早いと思うぞ。理解できんくてもええわ。とにかく安心し。ほな、うちもそろそろ帰るわ。長野原花火大会がもうすぐ始まるさかい。長野原花火大会？おま、そうや、うちの名字が入っとるやろ。あ、せや、これから予定あるか？なかったら見てってや。うちがおっきい花火準備したるさかい。ほな、まずは店にいる父ちゃんのとこに行こか。実はまだ完成してへん花火があるんや。稲妻の八重堂は知っとるか？小説を書くのが好きな連中が集まっとるんやけど、さっきうちが話した伝説はどれもそこで脚色されて出版されとるんや。まあ悪い結末になりがちなんやけどな。例えば非紋石はお金持ちが見せびらかそうと展示した瞬間二度と燃えなくなったとか、無霊は悪党に追われた結果怒って二度と姿を現さなくなったとか、悪竜を退治した勇者が次の悪竜になったり、闇を切り裂く聖剣が世界を滅ぼしたり、最近はこないな物語が人気なんは知っとるけど、うちからしたら複雑な気持ちや。夢ならもっと夢らしくあってほしいねん。もうじき花火大会や。各家庭の花火はほぼ準備が終わったら。あ、こちらのお二人は。どっちもやろか。最近ここいらに来たばっかりなんや。ほんで稲妻に来たからには花火を見てもらわなあかんと思って。そうか、ほなちゃんともてなしてやらんとな。それよりも父ちゃん、聞きたいことがあるんやけど。昔あかん、勝手に始めてもうた。かんねんな、父ちゃん前に怪我してからずっと耳が遠いんや。でもさっきは会話が微妙に成立して。ほんで長い時間かけて人々は理解した。父ちゃん、父ちゃん、ちょい待ち。あ、どないした。こないだ注文した花火の材料もう届いとるか。昨日の花火なら全部出荷したで。おとといのも、先おとといのも。ちゃう、材料や材料、こないだ注文したやつ。今日の分もぼちぼち仕上げや。心配せんとき。ちゃう、材料やって言うてんねん。なやで。材料の鉱石。あ、鉱石か。そうだそうだ、鉱石。ごめん、興奮して。材料ならまだ届いてへんで。さっき担当の者が理由を言いに来たんやけど、よう聞こえんかったわ。かまへん、それさえ分かれば十分や。ちゅうことはまだ完成しそうにないな。父ちゃん、ああ
任せとき。ほんまごめんな、うるさかったやろ。うちの父ちゃんになんか聞くといっつもこうなんねん。せやで、父ちゃんいい人やからみんなに慕われてるんや。父ちゃん耳が遠いから何言われても文句言わへんし否定もせえへん。子供の頃はうちの話すことをちゃんと理解しとって、何を話しても肯定してくれてると思っとった。後になって父ちゃんが笑うとったのはただよう聞こえへんかったからやって知ってな。え、普通父ちゃんが笑うとこ見るとうちも嬉しいからや。せやけど花火大会が目前やのに材料が届いておらんとはな。なあ宵宮、帰ってきたのか。え、びっくりした。勝手に喋ったらあかん言うたやろ。ごめん。ちょい待ち、今行くから。誰も見てへんな。出てきてええよ、こっち来。天領奉行の連中にバレんでよかったわ。バレとったらうちら大変なことになっとったで。悪かったよ、君が帰ってきたと聞いて。気にせんといて作次郎、ここまでは計画通りに進んどる。これから花火の材料を探しに行くんやけど、ついでに船の件もなんとかしたる。ありがとう、こんなによくしてくれて。昔の常連さんで稲妻の外におったんやけど、数日前に帰ってきたんや。ただ密入国がバレてもうて天領。お尋ね者ってこと。声でかすぎや、誰が聞いとるかわからへん。もし捕まったら何かしらの罪に問われる。せやから何とかして船で逃がしてやりたいんや。危ないのは百も承知や。せやけど今はあれこれ考えとる暇はあらへん。もし船がひっくり返ったら、今の稲妻は危険だって分かってたんだろ。それはやらなくてはいけない。帰ってきた矢先、信じがたい変化をたくさん耳にした。決心してこれ以上宵宮と龍之介さんに迷惑はかけたくない。平気平気、そう気にせんといて。うちも言うたやろ、長野原の短冊を持っとる限り。短冊？そや、うちで花火を作ってお祝いしたいっちお客さんにあの短冊を渡しとるんや。短冊には長野原家のものしか読まれへん花火の作り方が載っとる。その短冊を見たら10年後でも100年後でも当時と同じ花火が作れるんや。代々伝わってきたもんやさかい、常連さんはみんな知っとる。当時僕の親が龍之介さんに花火を注文したんだ。あれからもう20年も経つのか。あの頃はこんなことになるなんて思いもしてなかった。そう気落ちせんと、船での脱出は最後の手段にして他の方法も探したる。もちろん稲妻に残れたらそれが一番やけど、原因は何であれお客さんが頼ってきたんや。失望はさせへん。かたじけない、これでもう少し考える時間ができた。もうええから、今は隠れとき。表に出とったら危険や。ああすまない。稲妻出身やのに故郷に戻る許可がおりへんとはな。せや、あんたらも最近稲妻に来たんやろ。それから勘定奉行にいる柊千里に手伝ってもらって。なるほど、お偉いさんの助けがあったんか。まったく奉行衆のやつらももうちょい融通を聞かせてくれてもええのにな。あんたらが旅してきたとこは稲妻と全然ちゃうんやろ。まあとにかく作次郎を助ける方法を見つけんとな。すまんな、花火を見せろっちゅうて誘ったのに。面倒やと思うたら後でまた来てもかまへんから、うち一人で材料と船をなんとかするさかい。
よかった。ほな、先に船の用意や。話は歩きながらにしよか。一つ聞いてもええか？あんたらどうやって知り合ったん？こいつがオイラを釣り上げて、それから一緒に旅をしてるんだ。それがどうかしたのか？いや、羨ましいなぁ、思って。父ちゃんのそばにもあんたみたいのがおったら、耳の代わりになってやれるやろ？え？なんで泣きそうな顔しとるん？だって、だって、オイラをチビやペットって呼ばないなんて。こいち、どうや？船の件は順調か？ああ、問題ない。ただ、待った。見ない顔がいるが、大丈夫や。うちの友達やさかい、信頼してくれてええで。おお、オイラたちも仲間だから。なるほど。悪い。疑うつもりはなかったんだが。え、どうしてだ？鎖国令があるからな。天領奉行は船に敏感なんだ。小さな船でも、いちいち問い詰めてくる。わかっとる。すまんな。なんだよ急に。お前の役に立てて俺は嬉しいぜ。今回も花火を作ってもらったし、船今持ってくるからちょっと待ってな。うん、おおきに。途中うちの店に寄って花火を持ってってな。短冊通り作ってからバッチリなはずや。ああ、ちょうど花火大会も始まるし、お前の新しい友達に稲妻の伝統を見せてやれ。そのつもりや。せや、せっかくやから光一、あんたが初めてうちで花火を注文した時の話をした。おっと、これは長くなりそうだな。なあ、その話は先に船をここまで運んでからにしようぜ。おちゃん、せやな、つい話し込んでしまうところやった。よいみやは他にも用事があるだろう。また後でここで落ち合おう。高一に言われてへんかったら大事なこと忘れるとこやったわ。ここ最近花火作りで忙しくしとったさかい、おしゃべりする時間がなくて我慢の限界やったんや。父ちゃんはいい話し相手やけど、耳のこともあるし、新鮮な反応を見るんは難しいやろ。また話が脱線してもうたな。高一が船を取りに行っとる間に花火の材料を探しに行こか。あんたらの分だけやのうて、袋ムジナを探しとった子供と作次郎の分もあるさかい、材料が気にせんといて。毎年似たようなもんや。お祝い事があるさかい、みんな花火を求めとる。それを逃したらもう二度と。でもお前は楽しめてるのか？もちろん楽しんどるで。花火師の家に生まれて、ちっちゃい頃からこのドンって爆発する感覚に夢中やった。とにかくうちの心配はいらんってことや。すまへんすまへん。花火みたいに話の種もあっちゅう間に消えてまうやろ。せやからその一瞬を逃して後悔せえへんように思う存分喋るようにしとるんや。次は城内を回ってみようか。知り合いのところを当たってみるさかい。あ、質問してもいいか？さっきからずっと喋ってるけど、喉は大丈夫なのか？喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ？そうだな。仕事はどうや？よいみやちゃん、俺の読み通りやっぱり来たね。用件は言わなくても大丈夫。花火の材料を探しに来たんだろう。よいみやちゃんのために一袋残しといたよ。これだけあれば足りるはずだ。
え、ほんま？なんでわかった？花火大会の時期になるといつも材料になる鉱石について聞き回ってるだろ。毎年花火の追加注文を受けてるし、だからもう慣れっこさ。そっか、いつもありがとうな。気にしないでくれ。たとえ商売はやめても、よいみやちゃんの頼みは断らないよ。それでこちらのお二人が今回の注文者？気にしないでくれ、別に問題ないさ。この前俺が息子と喧嘩した時、よいみやちゃんがあの子をなだめてくれたんだ。俺は息子と話すのが下手でね、よいみやちゃんじゃなかったら今頃あの子は家出してたかもしれない。そんなことあらへん。あの子繊細やから森彦さんのことめっちゃ気にしとったで。ただあんたとの接し方がわからへんだけや。もうちょいにっこりしてみたらどうやろ。ほんなら息子さんも緊張せんで済むと思うで。そうか、普段から厳しく接しすぎてたのかもしれないな。外で他の人と話すときはもう少し柔らかくできるのに。そう思い詰めんといて。誰にだって得意不得意はあるさかい。また似たようなことで困ったらいつでもうちに相談してな。花火の注文やなくてもかまへん。お客さんは神様やから。ああ、そうさせてもらうよ。みんながよいみやちゃんを褒める理由がわかる。龍之介さんも鼻が高いだろうな。鉱石は持って行ってくれ。モラは払わなくて大丈夫だ。え、あかん、絶対あかんよ。構わんさ、俺からの礼だと思って遠慮なく使ってくれ。せやけど借りができてま。商売には商売の掟があるやろ。うちを困らせんといてんな。そう言わずに受け取ってくれ。まだ仕事があるんだろ。ほならモラの代わりにとりあえず帳簿に書いとくわ。今度花火を割引したる。お前って子は本当に。ならよいみやちゃんの好きにするといい。それとお父さんにもよろしく伝えといてくれ。これからも体に気をつけて花火を楽しませてくれって。ああ、森彦さんも仕事ばっかりしてへんで体に気をつけてな。よいみや人気だな。同じことを前にも言われたことあるで。うちが何でも手伝ってくれると思うとった人もおったわ。せやから待ち、こんなん花火屋の仕事やないやろって言い返したんやけど、みんな全然聞いてくれへんのや。仕方あらへん。まあ気にするほどのことでもあらへんしな。とにかく鉱石も手に入ったし、あとは職人さんに加工してもらおうか。材料の問題はこれで解決やな。やっぱりこれは主人公が得意だね。八重堂の新刊いかがですか。いやダメだ。あ、よいみや。どうやら。悪いけどちょっとだけ待っててくれる。今武器の注文が溜まってるんだ。かまへん、平気や。ちゃうか、全然平気ってわけでも。ほんなら手伝ったる。ここの武器が全部完成したら鉱石の加工をしてくれるってことやろ。そうだね、でも師匠に聞いてみないと。大丈夫やんな先生。長野原花火大会が時期に始まるし、先生も分かってくれるやろ。まだ完成してへん花火がぎょうさん残ってるんや。もし間に合わへんかったら。相変わらず口うるさい小娘じゃ。雨の魔流では全身全霊の力をもってして鉄を打ち続けるため忍耐を必要とする。焦って打てば刀に悪影響を与えてしまう。よそ者が隣で催促しても初めの心を乱すのみ。ですが
もうすぐ長野原花火大会ですし。じゃから鉱石はわしに任せろ。お前は仕事に集中するんじゃ。師匠自らですか。そう大声を出すな。今はこれしか方法がなかろう。おおきに先生助かるわ。気にせんでよい。長野原花火大会がどれほど重要なものかわしもよう知っておる。龍之介にも世話になっとるしな。無視はできん。にしても小娘、今後はもっと計画を立ててから行動しろ。毎度騒ぐしくてかなわん。気ぃつけるようにするわ。これからはもっと材料用意しとく。小娘が気をつけたところでたかが知れとるが、とにかくそこで少し待ってろ。さすが先生、この粒の形とキメの細かさ、うまいこと言葉が見つからんけどすっごい綺麗やわ。久しぶりに道具を手にしたチュンにこの手際の良さ、さすがや。当然じゃ。生涯かけて学んだこと忘れたくとも忘れん。ずっと昔から雨の間流と長野原花火大会は協力し合ってきたのか。最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。代が変わっても花火に必要なものは変わらん。はじめ、これからはお前がこれを作ることになるぞ。はい、わかっています。ほなうちは邪魔せえへんように退散するわ。花火見に来てな。よし行くで。次は高一んとこに戻るか。まだ戻ってへんかもしれへんけど先に行って待っとこ。やっぱ戻ってへんか。まああんたと話したかったしちょうどええか。うちの付き添いで走り回ってくれてありがとうな。みんな優しかったさかい順調やったな。ああ、ちゃんと話す機会がなかったしちょうどいいかもな。うちのことばっかであんたらをほったらかしにしてた感があるやろ。せやからずっと喋る機会を探してたんや。初めて会うた時もお互いてんやわんやしとって喋る暇あらへんかったし。あんたら旅人なんやろ。稲妻に来る前はどんなとこ旅してたん。行ったことあらへんけど北斗の姉ちゃんから聞いてるで。めっちゃおもろいとこなんやろ。最近えらいことになったらしいな。神様が突然離れてもうたとか。ああ、それで国中大騒ぎだったぞ。けどみんなで力を合わせて厄災を食い止めたんだ。そらよかった。神様がおらへんのにみんなよう立ち向かったな。えらい国や。将軍様がおらん稲妻なんてうちには想像できひんわ。友達から聞いた話やけど志を持った者だけが旅に出られるらしいで。その目的は風景を求めるためだったり願望を叶えるためだったり。あんたらは何のために嵐を抜けて稲妻まで来たんや。あと、とある神から答えを聞くためだ。神様が原因で家族と別れたん。そうやったんか。辛かったやろ。そっか。ほんまはずっと稲妻に残ってほしかったんやけど、そういう理由ならしゃあないな。稲妻は他と違って永遠を求める国や。
つまり何事もなく穏やかなまま平凡な日々が過ぎていく。これのええとこは疲れた人にとってぴったしの休憩所になるってことやな。これじゃちょっと分かりにくいか。うちはただあんたが疲れてもうて道半ばで初心を忘れてまうんやないか心配しとるんや。でもそれはしょうがないことだと思うぞ。疲れてるときは何やってもうまくいかへん。それに遊びに行っても楽しないやろ。うちの友達に冒険者がおるんやけど、その子から教わった言葉で、ゴールだけを目指して走っとると道中の出会いや感動を無駄にしてしまうっていうのがあるんや。せやけど大丈夫や、うちが負担を軽くしたる。きっと楽しなるで。最後はここを去ってまうかもしれへんけど、素敵な思い出が残るとええな。ほんで家族が見つかって旅を思い返した時、稲妻が家にぴったしやって思ってほしい。あんたらに送る花火の色や構図も思いついたで。でもまだ内緒にしとくわ。よいみや、待たせたな。船はあそこだ。ってやり、話の邪魔しちゃったか。そっか、じゃあ行こう。あまり目立たないようにな。でもコソコソするんじゃないぞ、逆に疑われちまう。雷雨にも耐えられる船ってことはかなり丈夫なんだよな。もちろん、質なら安心しろ。一応これでも俺が用意できる船の中で一番でかいんだ。稲妻で最も頑丈な木材を使ってる。まあ正直こいつであの雷雨に挑むのは危険だろうな。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんは心苦しいしな。にしても高一、また腕を上げたんやないか。勘弁してくれ、全部仲間たちのおかげさ。バレないようみんなで作業を分担して夜にこっそりと組み立てたんだ。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたら天領奉行の目をごまかせなくなる。わかった。ほな船は一旦ここに隠して、うちらは作次郎にこのことを伝えてくる。だんだん不安になってきたぞ。こんなことしたらお前も共犯扱いで天領奉行に追われるんじゃないか。せやからなんや、この件に手貸した時から心の準備はとうにできとる。うちはシャブ業とよう協力しとる。稲妻で何らかの行事をやるって時は他の2つの奉行も依頼してくる。おとなしくしとけばそうちょっかいは出してこうへんよ。それに共犯言うたらあんたらも行さん手伝ってくれとるやん。そうだな、今さら抜け立って手遅れか。おお、経験者やったんやな。心配しとったけど杞憂やったようや。ほな高一、今回はほんまにありがとうな。花火ももう完成しとるから出会いとるときに取りに来てや。ついでに父ちゃんから船の代金もろうといて。もらならいいって。それにお前にもらを支払わせたなんて姉さんが知ったら俺が怒られるだろ。姉さん、うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど、昔稲妻にとある紹介があってえらい盛んやったそうや。当時同じ時期に子供が十数人生まれてな、その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日みんな独立して新しい生活を始めたんや。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。
そのうち会える時間がどんどん少なくなってもった。そして一番上の兄さんが提案したんだ。別れる前に一緒に花火を見ようって。みんな高い志を持っとって、商売に自分なりの見解を持っとった。だんだんとみんな稲妻を離れてって、残ったのは光一だけになった。全員揃うんは無理やけど、誰か一人でも帰った時は花火を見るんが恒例になっとる。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でも一緒に花火を見上げてる時は一瞬だけ子供の頃に戻れた気がするんだ。あの頃の思い出は俺たちにとって永遠に変わらないものなんだよ。なるほど、宵宮が前に言ってたお祝いってこういうことを指すんだな。そうや、せやからみんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんのや。ほな、作次郎が待っとるし、そろそろ行こか。小一、船のことありがとうな。ああ、俺もここから離れるとするよ。捕まるのはごめんだからな。そういえば高一が紹介の友達を紹介してくれるたびに、子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど、小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日、高一がまた見たことない友達を連れてきた時、ついこう言ってもうたんや。せや、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。ほなら高一に笑われてな。そいつは大工をやってる友達で、老けて見えるけどうちとそんな歳が変わらんかったんや。気まずいし恥ずかしいしで顔真っ赤になってもうて、うちずっと謝っとったわ。用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。うん、でもせっかく帰ってきたんだ、もう逃げたくない。それに小舟一つで雷雨に。せやけど天領奉行に捕まっても遅かれ早かれここにも天領奉行は来る。すまない、本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。謝らんといてや、万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行に追い詰められた時は迷わず船へ逃げるんやで。うん、絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと、いや、もう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果がこの有様ってわけさ。そっか、おいらたちがもっと早く。ほんま、鎖国なんてなければええのに。大丈夫や、せかしたりせえへんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼いだる。天領奉行、天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、嘘や、常連さんの中に老夫婦がおったな。確かそこの息子さんが天領奉行のお偉いさんやった気が。とりあえず会いに行ってみるか、どうにかなるかもしれへん。でも通報される可能性もないか。心配あらへん、
めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき、うちらがパパッと行ってくるさかい。さあ急ぐで、時間があらへん。あかん、まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるんやった。父ちゃん、父ちゃん。ふう、まあええか。父ちゃん、うちが短冊を書いてあるから花火は任せたで。さっき、なんでオイラの言葉を途中で遮ったんだ。今のあいつに必要なもんは答えやなく時間やさかい。イミヤちゃん、いらっしゃい。どうぞ上がっていって。お隣の方はお友達？そや、遠いとこから来た旅人や。他の国から今の稲妻に来るなんて大したやつやろ。そうだったの。今は大変な時代だもんね。稲妻人として恥をかかないようしっかりおもてなししてあげないと。せやな。それと二人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔はお父さんに、今は宵宮ちゃんに。生きてるうちに長野原花火屋の次期当主を見れるといいな。大丈夫やって、まだまだ元気やんか。縁起の悪いこと言わんといて。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり水を運んだりしても大丈夫だったのに、今は少し働いただけで腰が痛くなるの。昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。ほな、うちが草刈りしたるで。大丈夫だよ。せっかくヨイミヤちゃんが来たんだ。お茶とお菓子を持ってくるからゆっくり話そう。気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。最近は花火大会で忙しいけど、落ち着いたらまた来るさかい。そうそう、オイラたちにとってこれくらい朝飯前だ。まあ本当にいい子たちね。うちの子とは大違い。いい年して結婚もせず。いい、それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかしら。それと草刈りの他にも、この大根漬けを村の向こうに住んでるサトルさんのとこまで届けてくれる？わかった。ほな行ってくるわ。ついてきてくれるか。じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大根漬けを届けに行くで。完璧やな。これで十分やろ。サトルおじちゃんは村の向こうに住んどる。行こか。サトルおじちゃん、最近調子はどうや？ぼちぼちだよ。特に変わりはない。
あんたも相変わらず元気そうで何？みんなのおかげや。それに商売も順調でな。こないだリーユエにおろした花火が大好評やったみたいで、注文が増える一方や。大変そうだな。龍之介さんと二人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言ってくれよ。手伝いに行く。平気や。花火のことなら無理なことはあらへん。そうそう、これ香里ばあちゃんからのお届けもんや。だ、おお、ありがとう。昔は大根漬けが苦手だったんだが、香里おばさんのを食べてからその味を忘れられなくなっちゃってね。今ではすっかり家族全員この味の虜さ。家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。たまに喧嘩もするが、家族ってそういうもんだろ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないからきっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。ああ、今田村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや照れるな。用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。おばあちゃん、もっと物語を聞かせて。若い子はすごいね。こんなに早く終わらせちゃうなんて。若者は体力があって、お年寄りは知識と経験が豊富。せやからどっちもどっちや。そういえば今年で夫婦生活も50年目だな。ええ、一年一年ただ前を向いて過ごしていたらいつしか50年も経ってたわ。50年。50年前、母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。本当は結婚を申し込む勇気がなくて、不安な気持ちのまま長野原に花火が打ち上げられた瞬間も、どんな言葉でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めて気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに、この50年、長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年。50年の節目やって知ってたらもっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ、昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから、花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど、過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。そうだ、俺たちのことはさておき、今は花火大会で忙しい時期だろ。あんな、実はちょっと言いづらいんやけど。作次郎が帰ってきたんだな。え、知り合いやった？うちの子の幼馴染なの。小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。だけどある日、あの頃の作次郎は
外の世界に憧れていた。稲妻はあの子にとって、けどうちの圭介は小さい頃から俺たちみたいな穏やかな暮らしに憧れてた。子供というのはひょんなことから大喧嘩をする。そうやったんか。圭介は何も言わないが、俺と母さんにはわかる。あの子は悲しんでるんだ。意地になってるのかもな。その後圭介は天領奉行に入り、他のことなら私たちが圭介に頼めば助けてくれるとは思うけど、作次郎のことになると。そんな。そうやったんか。作次郎に帰ってきた理由を聞いても、過ちをあいつの決心がつかへん理由がやっとわかった。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行と、その天領奉行に追われる身になってるなんて。わかった。それなら無理に頼んでも作次郎はうちらで何とかする。だから二人は気にせんといて。この件は作次郎と圭介の二人で解決せなあかんと思う。元通り仲良くなってくれるといいんだけど。もうこんなにも時間が経ってるんだ。過去のいさかいもそろそろ水に流すべきだろう。どうしたらいいやろ。ひとまずこのことを作次郎に伝えに行こうか。大変や。ついさっき天領。え、なんでや。父ちゃん平気やったか。何もさ、花火大会の準備で部屋中が火薬だらけやさかい、素人がいじくり回し全然聞く耳持たんかった。 せやけど作次郎は事前に感づいて窓から逃げとる。天領。あちゃー、参ったわ。作次郎まだ決心できてへんはずやのに。父ちゃんどこに逃げたかわかる？このままやと天領奉行に捕まってまうで。せや、名前名前。急にここに来るなんて、きっとあのケイスケって。やないと密入国で人大勢よ。名前はわからへん。それに顔もよう覚えてへん。ただ向かった先ならわかるで。名前は、よう聞こえ。名前なら聞こえたぞ。さっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど見たんだよ。先頭にいた人はケイスケって。やっぱそうやったか。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が起こす。そないなったら取り返しがつかなってしまう。あ、子供たちや。黒ムジナを追い払う武器。それなら龍之介おじちゃんに任しとる。かんにんな。おん、せや、戻ってきたらアメちゃん。よっしゃアメ。それでな、聞きたいことがある。見たよ、誰かを。あのおっさんたち。いやいや、心配や。あんたらはおとなしく城内。うん、おとなしくしてるよ。こっちで間違いなさそうや。追っかけよ。作次郎がまだ決心してへんかったらうちらが助け。あそこ見てみ、天領奉行の連中。公務中だ。この先は立ち入り禁止にな。作次郎と圭介この先におるんやろ。立ち入り禁止だと。ほんま邪魔やわ。せっ、えっ、せっ、行くで。
するとはいい度胸だな。このような所業、天領奉行はどこに逃げようと必ず中罰を下して。おっかないこと言うた割に逃げ足が無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや。行く。その剣筋全然上達してないな、作次郎。お前に賞賛はないと十分に分かった。最後に君の手にかかるとはね。負けを認めるよ。これも僕の運命。お前がこの国に帰ってきたのは俺の考えを認めた。好きに思うがいいさ。さあ天領奉行まで来てもこの船を作った者も処罰を免が。待ち、そう簡単に突き放したらあかん。お互いに言いたいこともあるんちゃうか。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってるおせっかいな子。大丈夫だ宵宮、過去のことを語ってもどうしようもない。ならなんで苦労してまで稲妻に帰ってきたん。散々迷っとったのはこうやってちゃんと話したいからやろ。こいつと話すことなどない。お尋ね者と天領奉行の役人にかつての友情に免じて決闘の申し出を受け入れたまで。昔となんでそないなこと言う。もう嘘はやめえや。あんたの部下を見張り役に残して一人もここに近づけさせへんかったのは話す機会をの。なんで二人とも話したいって顔しとるのに何も言わへんのや。お前の考えすぎだ。いいよ宵宮、この気あかん。まだ何もできてへんやろ。今谷さん決闘に慣れとるんやろ。ほな うちが勝ったら本音を吐いてもらうで。もう作次郎あんたもや。うちが勝ったら帰ってきてこないな状況やないともう二度と言われへん。もし負けたら作次郎と共犯やって白状。よいみや、その申し出。長官支援に参りました。支援？決闘じゃないのかよ。オイラたちも手伝おう。よいしょ、一人で戦わせるわけにはいかない。じゃない長官、もっと増援を。下がれ。あ、はい。ここには近寄るなと言ったはずだ。全員下がれ。は、申し訳ありません。お前という娘は昔の作次郎みたいに。どうして俺たちにまだ話す余地があると思った。それは作次郎が帰ってきた時
あんたのことは、あんたの父ちゃんと母ちゃんから作次郎とのことを聞いたで。そん時に分かったんや。この部屋ったら話すことなどないちゃうやろ。孤独を感じるために花火を咲かすわけあらへん。実はずっと迷いを抱えながら帰ってきた。昔の考え方が変わったわけじゃない。ただ今の自分は現実から逃げてばかりだと思ったんだ。僕はモンドの自由を、リーユへの契約を、スメールの知恵を、フォンテーヌの正義を見てきた。どれも僕にとって感慨深いものだったよ。稲妻を離れたことを幸せに思ったけど、その幸せに浸かる中、稲妻の鎖国令を知ったんだ。僕は逃亡者だ。でもその逃亡を英断だと思っている。そして僕が真になすべきことは、外の素晴らしさを稲妻に持ち帰ることだと気づいた。未だにここを変えたいと思っているのか。いや、もうそんな大層なことは思っていない。今はただあの時逃げた自分を恥じているんだ。君は逃げていないのに。僕の心にはしこりがある。君がどうなのかが気になった。そして運命に導かれるかのように。ライデン将軍に憧れ、あのお方の言葉を胸に刻み、命令に従ってきた。だが今やっていることは、鎖国令に反する者を裁いたり、神の目を回収したりすること。俺は正しいことをやっているのだろう。見逃そう。え？お前をこのまま稲妻に残すことはできない。だからといって捕らえるのはもっとごめんだ。でもそんなことして上にどう報告するんだよ。俺を気にする必要はない。どうにかしてみせる。今の時代、国外にいる稲妻人が帰ってくるには複雑な手続きが必要だと聞いた。お前に手を貸そう。それまでは外で待っていろ。道中死ぬなよ。安心してくれ、ケイスケ。また君と花火が見たいからね。ああ、また会おう。左遷は避けられないだろうな。俺もいい年して何をしているんだか。作次郎が逃走に使おうとした船だ。金製品臨時保管ということにして部下たちにここへ運ばせておいた。作次郎をここまで追い詰めたのも俺の計画通りさ。宵宮の言う通り、当時の俺は決心できていなかった。でもそれでええと思うで。その本音を全部口にする。ああ、今ようやく分かったよ。礼を言う。お前は思ったより頭が回るようだ。うちはあんたの両親と仲良しなんや。父ちゃんも母ちゃんも優しい人やろ。長野原家の跡継ぎの噂は前々から耳にしている。おしゃべりな割には侮れない人物だとね。そうだ、俺が子供の頃に見た花火、長野原花火屋なら再現できるだろ。一つ作ってくれないか。短冊がないと無理や。その短冊は作次郎が持っていてもうた。そうか、ならいい。そうへこまんといて。さっき言うたやろ、あんたのためには作れへんけど、作次郎の花火ならあるで。このまま納屋に置いとくのももったいないし。こ、ありがとう。気にせんといて。花火大会に遅れへんようにな。さっきの宵宮すごく強引だったな。うちはおしゃべりが好きやさかい、言葉には不思議な力が宿っとるって信じとるんや。会話せんと何も解決はできひん。ずっと問題は残ったままや。それでみんな解決する機会を逃してまう。作次郎と圭介は昔のようには戻れへんけど、せめて心残りは晴らすべきやと思ったんや。さあ行こうか。花火を見るにぴったりの場所があるんや。あんたらの花火は父ちゃんがうちの代わりに打ち上げてくれるで。
あれは。ケスケ。今回の花火も泣けるほど綺麗やったわ。あれ、ほんまに泣いとるかも。目元が濡れとる。せや、最初に打ち上げられたやつ、あの金色の大きい花火は、あれが父ちゃんに頼んであんたらに作った花火や。おお、ひときわ迫力があったから覚えてるぞ。それならよかった。あんたらの記憶に残るよう頼んだからな。どこへ行っても何があっても、不安を感じたり疲れたりしても、今日の花火を思い出せることを願ったる。きっと時が深まるほど、この花火はあんたらの心で綺麗になっていくことやろ。せや、あんたらもすっかりうちのお客さんやな。ほな、この短冊を受け取り、また金色の花火が見たくなったらいつでも来てや。でも花火を見てる時の宵宮はまるで別人みたいだったな。実は聞こえてたんや。ただ花火を見てる時は何も喋らへんのがうちの癖でな。自分の作ったもんが空に上がるのを静かに見送る、一種の儀式みたいなもんや。さっきうちにとって花火は何かって聞いたやろ。ああ、船を用意してくれた光一にとって花火は友情を記念するもの。圭介の両親にとって、そして圭介と作次郎にとって、あ、そうだそうだ、新年。うちにとってはせやな。正直言うて、え、てっきり今まで聞かれたことあらへんかったし、大して気にすることでもないと思うてな。たまたま長野原家に生まれて、たまたま父ちゃんから技術を学んだ。ほんでたまたまみんなと知りようて物語を聞いて、大切な思いを花火に込めとることを知った。ほんの一瞬で消える花火は、将軍様が求める永遠から一ちゃんかけ離れとるもんや。せやけどみんなの思いは消えへん。それが花火の存在する理由や。誰にも求められへんかったら花火は消えてまう。みんなが花火に思いを寄せとる限り、長野原はあり続けなあかん。やないとみんなをがっかりさせてまうやろ。うち複雑なことを考えるのはあんま得意やないけど、長野原家に生まれてぎょうさん綺麗な花火を作れて、ほんまに誇らしいや。稲妻城で過ごす日々も悪くないな。でもそろそろトーマと綾香が言った次の行動に移る時だよな。まずは木漏れ茶屋に行って準備ができたら、あいつらに会いに行こうぜ。うちはもうちょいここに残るわ。心の、まあせやけど、もっとおしゃべりしたいっちゅうなら、付き合うても子供たちと一緒に袋ムジナを探すかな。待たせてもうとるし、宵宮姉さんが約束を破るわけにもいかんやろ。あと花火大会の感想を見、これから先もきっと世話になるやろし、それとあんたとパイモンちゃんにも